自分の適正サイズが一番いいんやけど、困った時は人っていうのは失敗して気づくことがあると。この3つをね、気をつけていただければ問題ないんじゃないかなと。はい、本日ですね、こちら選んでいけないマウンテンパーカー3選をご紹介していきたいなというふうに思います。ということでね、僕マウンテンパーカー30何着持ってるんですよ。で、いろいろ選ばして買っていただいた結果ね、ちょっとこれ合わせるの難しいなとかねっていうのがありましたんで、それをなざっくりお話していきたいなと思うんですけど、まず一番最初にもうこれですよっていうのを3ついきたいなと思います。まず1つ目っていうのはですね、カラーを3色以上のやつ選ばないっていう、もういっぱいもマルチカラーに入ってるやつはちょっと選んでも合わせづらいっていうのがまず1つ。後で実証しますけどもね。で、次っていうのがサイズは自分の適正サイズが一番いいんやけど、困った時は小さいか大きいどっちに振ればいいかって言ったら、絶対ちっちゃい方に行ってあかんっていうところもね、またこれも着用して見ていただきますけど、そういうのを見ていただいて、次はですね、やっぱりマウンテンパーカーといえば機能性のあるアイテムなんで、安いマウンテンパーカーはあまり選ばない方がいいというところでね、今から着用して見ていきたいなと思います。まずはですね、3色以上選ばないというのはどういうことなのかというとですね、もうとにかくわけわからんくなるんですね。今僕のこのコーディネートっていうのは、まあブラックとこのベージュ、この2色しか使ってないから、まあシンプルで合わせやすいですよね。まあこれ中インナー白でも全然3色で収まらないけど、ちょっと難しいなっていうのがですね、アイテム自体は素晴らしいアイテムなんやけども、ちょっと色合い見ていただきましょう。あ、もう目がチカチカするねと。すごい、これもう街中で歩いてたし一発でわかるけども、なんていうの、お祭りとか行く時とかいいかもしれないですね。はぐれないから、これ着といたらすぐ一発でわかるから、なんかあの派手なやつ、あ、おったおったおったってすぐわかるでしょ。でこれもそうですよね。地味な、どっちかっていうとモノトーンな色味ですよね。グレーとか白とかブラックとか、こうモノトーンな色味なんやけども、やっぱり合わせる色が多すぎるので、ちょっとごちゃごちゃしてきてるよねと。まあ一回ちょっと着ていきましょう。もうこのジャケットはね、素晴らしいんですよ。めちゃくちゃ素晴らしくて、僕はもう3種の神器や言うてね、あの昔はテレビとかあの冷蔵庫とかなんか言われたけども、今はね、このアークテリクスのこのベータジャケットさえ持ってればね、もう怖いもんなしやでって言うてたんやけども、やっぱり3色以上あってね、これ4色あるけど、4色あるとちょっともう私服で合わせるにしてはもう何をどうしていいかが僕はもうわからない。だからもちろんこれでうまいこと合わせれる人はいてるとは思うんですけども、まあ、僕はねこれね、いただいたんですけど、いただいた時からね、もういただいたものにあんま言うのあかんねんけども、ウルトラマンにしか見えてないんですよ。だからちょっとこれ私服で合わせるのはちょっと難しいかなっていうところもあるし、モノトーンですらこれでしょ。さっきみたいなこっちビビットの色味合わせますよ。はい、とね、まあ、これもねめちゃくちゃいいジャケットですよ。小物ジャケットって言って、僕ゴアテックスのジャケットに何って言われたら、これ結構いいですよっておすすめするんやけど、ちょっとカラーがね、どう見てもこれでデート着たら嫌ですよね。僕もまあ着ていったことないけど、嫁と出かけるときに多分これ着ていくと、頼むから着替えてって言われると思うんですけど、そういったねちょっとカラーが難しいかなということで、これもね1色ブルーの1色、ブラック2色、グレー3色、グリーン4色、レッド5色ということで、まあ、こっちで見てる分には悪くないんやけども、次こっちで見たりしたらね、また違う人なんかなと思うから、まあ、3色以上あるとね合わせづらいですよね。まあ、ただねこのジャケットね、めちゃくちゃいいジャケットやから、単色でねブラックとかあの赤とかっていうのはあるので、あの購入される方はね、それをぜひおすすめします。やけど、まあ、僕もねこれ買ってみてやっぱ失敗するじゃないですか。人っていうのは失敗して気づくことがあると。で僕もねこの4色以上っていうのは買ってみてね、わ失敗やったなと、もうこれも着ていくことないなと思ったんですけど、まあ、皆さんにもちょっと注意していただきたいなということがまず1つ目で、2つ目っていうのが何かというと、サイズはもちろん適正がいいです。僕は178cm、68kg、まあ、筋肉質になってきておりましたけども、それで L サイズがほんま適正なんですよ。やけど、あ、これちょっと迷う時あるじゃないですか。いや、インナーも着るしなとか、いや T シャツ1枚で着る時も多いしなとかって、こう迷った時はマウンテンパーカーどっちに振ればいいかっていうのは簡単なんですよ。とにかくでかい方に振れっていうことで、でかくてもマウンテンパーカーの生地感的に体に沿ってくるんでね、ダウンジャケットの時はどっちかというと小さめ選ぶ方がいいんですけど、マウンテンパーカーとにかく大きめ選んどいた方がね、まあ、無難っちゃ無難なんですよ。っていうのも理由があってね、僕このね全く同じ種類のノースウェイスのクライムライトジャケットっていうジャケットなんやけど、このブルーの方は M サイズなんですよ。でこっちのベージュの方は XL なんですよ。だから適正じゃないんですよね。適正の L サイズはないんやけど、一回着てみましょう。これ見ていただけますでしょうか。これもう子供のやつパクってきたんかなっていうぐらいね、もう丈も全く合ってんし、もう肩周りも全然合ってん。やっぱサイズは下げない方がいいんですよ、マウンテンパーカーの場合はね。これ見ていただいて下げようと思わないでしょ。でもね、次ね、上げるのは問題ないっていうのはね、あの XL 着てみますね。はい、とまあこんな感じでね、これ XL なんですけど、上げててもね、そんなにめっちゃブカブカしててでっかいなって感じないじゃないですか。でやっぱりこういうのってこう体に沿ってきたりとか、生地自体がそんな分厚くないので張らないんですよね。こうバーって張ってこえへんから、あの子供のパクったねお父さんにならなくて済むというところでね、安心して着れるんじゃないかなということなんで、まあ、とりあえずマウンテンパーカーを迷ってもうわからなくなった
と、もう適正サイズがもう何かもう訳分からんことになって、たまに店員さんの話とか聞いててもなんか 何が良くて何が分からなくなるか分からなくなったってなったら、まずは適正サイズを選ぶけど、それでも分からなくなって大きい方か小さい方どっちか行きたいってなったら、とにかく大きい方行けと、ちっちゃい方行ったら損することだらけやけど、大きいとこ行って損することはないからというふうに、ね、思っていただければいいということ で最後はですね、安いやつですね。安いやつは皆さん気をつけてくださいと。こういうマウンテンパーカーって全部ゴアテックスが採用されてて、雨の日でも風の日でも雪の日でも何でもいけるんですよ。全く濡れないっていう、見た目もかっこええし性能もよろしいやないかっていうことなんですけども、ちょっと値段が安くなってくるとそういうところが厳しくなってきたり、あと見た目感がねちょっとチープ感が出てくるんですよ。まずそれ見ていただきましょう。さっきみたいな感じでね、このバイカラーノーセンスありますね。黒とベージュのタイプやから、あ、意外とバイカラーは2色やったり、確かに言ってたけど3色あかんねんけど2色やったらいけるんかと思うじゃないですか。これ見ていただきましょう。なんかちゃうよなってなるじゃないですか。あれなんかちょっとちゃうなと。一回ちょっとこれも着ていきましょう。はい、まあこれ見ていただいてどうでしょうか。あと僕ヘルメットかぶって棒持ったら交通整備のおっさんなんですよね。なんかちょっと現場感あるなと、私服感なんか出てこうへんなと思うじゃないですか。やっぱもともとこういうね現場系の洋服、これワークマンなんですけど現場系の洋服やったっていうことで、パターンとかサイズ感ディティールに関しては全然問題ないけど、やっぱりその使う生地感とかがどうしてもこう現場っぽい生地とかになってくるんですよ。これもしっかり防水やから現場で使うように雨とかもしのげるんやけども、じゃあこれでめちゃくちゃ可愛い女の子とデート行きますか、奥さんとデート行きますか、まあ行かないですよね。あんたその辺で構造整備でもやってきて言われたら怒られるじゃないですか。だからね、ワークマンの場合はちょっとこう現場感が出ちゃうっていうか、ちょっと作業着感が出ちゃうっていうところがまあちょっと残念やなと思ったり、あとね、いやとは言いながらもう素晴らしく安いコスパのところがあるじゃないかと。そう、ユニクロですよね。ユニクロのこういうマウンテンパーカー、しかもユニクロ U っていうと有名なデザイナーが作ってるから見た目おしゃれやんってなってくるじゃないですか。でね、このジャケットに関しては結構張り腰があるんですよ。で、張り腰はってめっちゃいいなと思うじゃないですか。っていうのはこれ裏生地をね合わせることによって張り腰をあえて出してるんですよね。でこういう風に裏生地をつけるとね張り腰が出るんですけど、その分着心地が落ちちゃうんですよね。まあそれは仕方ないんですけど、着心地落ちてんのに防風防水性はないんですよね。だから性能がないっていうところがちょっと残念なところっていうか、それやったら別にテーラードジャケットでかでよくねみたいな、このマウンテンパーカーにする必要なくねってなってくるじゃないですか。でやっぱマウンテンパーカーってねこう性能があった上でこう男っぽいワイルドな感じがかっこいいと思うじゃないですか。だけどそれがないんやったら、まあ、見た目重視やんやったら別に違う形のねコーチジャケットとかってもあるし、でそういうブルゾン系でもねあったりするから、あわざわざマウンテンパーカーをね選ぶ必要って性能を落としてまであるんかなって僕はいつも思うんですよね。だからこうやって張り腰出すのはねすごいいいかなって思ったりするんやけども、その分動きづらさもあるし防水性とか全くない、ただ裏地を張ってるだけっていう状態なんで、まあその辺がどうなんかなと。でも逆にユニクロですごいなと思うのが、例えば消耗品とか T シャツとかやったらもうなんぼかってもこれで1000円なんですかとか、これで2000円なんですかっていうのは、それは素晴らしいじゃないですか。そういうのはいい。でこれねワークマンもそうで、例えば通勤着で着るとかね、あとバイクの時に着たいとかってなったりしたら、もう作業する時とあんま変わらへんから、ちゃんとねそういう人らのことを考えられて作られてるんですけど、じゃあデート行く時に作業着で行きますかとかね、じゃあデート行く時に見た目のハリボテみたいな感じでね、見た目だけ雰囲気やけど雨降ってきたらね、うわ濡れちゃった濡れちゃった、あんたそれマウンテンパーカー何のために着てんのってなるじゃないですか。なのでね今回はねマウンテンパーカーで選ぶ時にはねこの3つをね気をつけていただければ問題ないんじゃないかなと。でそうなったら何が一番いいのって言われると、もう結局はここに行っちゃうんですよ。まあ僕の年代はね、北斗の拳見てる方が非常に多いので、ラオウジャケットって言ってみたりだとか、あとドラゴンボール見てる方とかって、これブロリーのジャケットって言ってもらってもいいんですけども、とにかくそれぐらい最強であるということで、さっき言った雨風もしのげる、そして色合いも2色まででしっかり抑えてる、それでいて5万5000円して高いなと思うんですけど、ちょっと待ってくださいと。このユニクロの方5000円とかしますよね、これラオウジャケットに関しては10年いけますよというふうになった時に、なんかよく分からへん性能のないジャケット毎年買い替えてはるわっていうよりかは、あラオウ着てるんですね、あなたじゃあ昇天したんですかって思われた方がいいじゃないですかっていう風に考えて、まあ、僕はこのねラオウジャケットをいつも押させていただいてるわけなんですけども、最後こちらを着てね終わっていきたいなと思います。でねこれに関してはね表地と裏地の間にまたもう一個重ねられてるんですけども、それによって防風とか防水になるんやけど、ユニクロのやつより着心地はいいです。ユニクロのやつの方がもうちょっとこう張り腰がちょっと強すぎるというか、もうパキッとしすぎてるような感じになってるんで、で厚みもね適度にありますし、しっかりね
どんな天候でも着用できますので、まあ、これね僕ちょっとオレンジになってるんやけども、もうちょっと色を抑えてブラックとかにしてあげればね問題ないかなとかって思うし、それ以外にやったらですね、この辺のねアーク系のジャケットもいいですよね。もうアーク系のジャケットもね今言ったような感じのやつ全部抑えてるんですよ。だいたい単色一色であるし、でそれ以外にも防水防風性もあるし、ほんでまたこれも値段もねするんですよ。5万ぐらいするんですよねベータジャケットってね。まあまあ高いんやけど10年持つから、10年ってね、奥さんに言うときは値段とか言わんとこっそり買っといてね、もし値段聞かれたらだいたい1年で5000円かなっていうのが正解です。正式な値段言ったらか、1年で5000円ぐらいって言ったらって言って騙される可能性あるじゃないですか。いやあんた1年で5000円とかじゃなくてそれなんぼしたんか言いなさいって言われたら終わりですよ。その時はもう僕の動画とか一切もう言わんといてください。僕のことは知らない手で言っといてくれたらいいんやけども、もしまあ騙せたらね、これ1年で5000円ね、あいい買い物したやんって言われるかもしれないでね、まあ、そういう風にして逃げてください。ということでね、本日はですね選んじゃいけないマウンテンパーカー3000というところをお話しさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。タクゾーのメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。